ギーとズボラちゃんでーす。はい。厳密に言うとですよ、あ、ズボラちゃんのお店じゃなくて、ジェイキーとズボラちゃんのお店ですよ。そうなんですか？あ、そうなんですよ。あの、なのに、お店の名前がズボラちゃんストアになっちゃってて。やっぱりズボラちゃんのお店じゃないですか？まあ、なんかそんな感じっていうかね、そんな印象を受けちゃうんですけども、あの、お店の名前はジェイキーとズボラちゃんのお店っていう名前で、ズボラちゃんストアなんですよ。だから、おかしな感じだなと思って。で、まあ、1号店がズボラちゃんストアっていうことなので、もしあの2号店ができたら、その時はジェイキーストアでいいんじゃないかと思って。いや。え？いや。いや、2号店ができたら、その時はジェイキーストアでいいんじゃないかと思って。わ。え、じゃあ2号店できたらなんていう名前なんですか？ズボラちゃんストア。え？いや、1号店がズボラちゃんストアですよ。2号店ができたら？ズボラちゃんストア。なんで？そこ、ジェイキーストアでよくないですか？ズボラちゃんストア、日本橋。2号店は日本橋にできるっていうことまで決まっているのに、ジェイキーストアじゃないんですか？うん。ジェイキーとズボラちゃんのお店、ズボラちゃんストアでしょ？うん。で、ジェイキーとズボラちゃんのお店、ズボラちゃんストア、日本橋店？でもそれはジェイキーストアがあってもよくないですか？